テキサスロングホーンテキサスロングホーンテキサスロングホーンは特徴のある角で知られている牛の品種の一つである。角は有志に関係なく全体で170から200センチメートルくらいで大きなものでは3メートルに達する。角の先端はわずかに上向きになるか、目にねじれる。17世紀後半にメキシコからテキサスに持ち込まれた牛が野生化し、 バイソンなどの在来種を押しのけて繁殖した。イングランドの北部原産のロングホーン種とは異なる品種である。テキサスロングホーンは肉用種で、その肉には脂肪が少なく低コレステロールと低カロリーに特徴がある。毛色はオレンジが多いが、かすげ、赤毛など様々で、むしろ多様なことに特徴がある。性質は穏やかであり。 テキサスではしばしば乗り牛用として飼育されている。テキサスロングホーンは、テキサス州フォートワース市の公式シンボルで、同市は、牛の町と呼ばれている。また、テキサス大学オースティン校のマスコットでもあり、同大学のスポーツチームは、この牛にちなんでロングホーンズと呼ばれる。スクールカラーの白と焦げたオレンジは、この牛の色彩から、大学のマスコットに、 ベボという名前のテキサスロングホーン牛がいる。プロレスラーのスタンハンセンの決めポーズの名前としても使われている。ありがとうございます。